何軒かのお店を飲み歩いた後の午前3時にチキンシャックへたどり着いてカウンターに座ると少し気こしめした様子のオーナーののぞむさんがニカッと笑った。小玉くん、来週火曜は何時に来れる？デイブ・メイスンのレコード持ってきてよ。聞きたいよ。懐かしいよ。ライブが跳ねた後の店内には10人ほどのお客さんが残っておしゃべりに興じていた。いつもの週末の風景だなと思いながらテレビモニターに映っていたストーンズのライブ映像を眺めていると、アイスピックで氷を削っていたのぞむさんが手を休め、ふとこちらを見合ってつぶやいた。こんな生活いつまでやっていられるのかな。まだまだいけますよ。火曜日、 CSP のライブが終わり、次にかける曲を選んでビールを飲みながらフライドチキンを一つもらって食べ、外へ涼みに出るとバンドの面々が立ち話をしていて、俺は CSP のギタリストであるアシュトンという短いドレッドヘアのブラザーと話した。いいストラトキャスターを弾いていたね。うん、フェンダーのストラトが好きでね。ジミ・ヘンドリックスもそうだったね。ジミは別格だよ。天井の本当のてっぺんにいる人さ。ジミが生きていたらきっとジャズをやっていたと思うよ。そうだろうね。あとはファンクかな。ファンクはいいよな。俺の一番のお気に入りはいつでもジョージ・クリントンなんだ。いいよね、P ファンクは。エディ・ヘイゼル、ゲイリー・シャイダー、グレン・ゴインズもすごかったし。グレート、全くその通りだ。アシュトンは日本の音楽事務所に所属しているセッションマンだそうで、俺に次のような質問をしてきた。今の日本のバンドでお気に入りはあるかい？難しい質問だね。30年くらい前のバンドだったらいっぱいあるけどね。おお、30年前の日本にはグレートなバンドがいっぱいあった。フードブレインとかね。ナイス。あの頃の一部のジャパニーズバンドは70年代の英米のバンドと同等のクオリティを持っていたね。ただ一つ違うのは言葉かい？ No、 そうじゃなくてノリだよ。アメリカのバンドはスイングしていたけど、日本のバンドは違うグルーヴを持っていた。アシュトンは右手の人差し指をメトロノームの振り子のように左右に動かして、俺に英米バンドと日本バンドのリズムのノリの違いを説明しようとした。すでに酔っ払っていた俺には正しく理解できなかったが、
要するに日本に入ってきた外来のリズムを日本のミュージシャンが独自に解釈して新しい音楽を作り出したということなのだろう。西田幸子のコーヒールンバのように。でも日本の古い音楽はすごいスウィング感があるんだ。それは古代の音楽かい？そうじゃなくて雅楽って知ってるかい？あの辺の音楽は聴いていると身震いするような間とグルーヴがあるんだ。最近日本で流行っている音楽、エイベックスの歩み浜崎を知ってるかい？彼女の楽曲は確かにクオリティは高いけどね。まあああいうのは普通の人たちが聴く音楽だからね。そうだけど、ああいう売れ線のバブルガムはこの店でかかったことがない。アシュトンがチキンシャックの開け放されたドアの向こうを指してそうつぶやいていると、店先でビールを飲みながら立ち話をしていた白人の青年が話しかけてきた。ヘイ、元気かい？日本のアサヒビールのドライは最高だね。デュエインという陽気な目をしたその小柄な青年はストローハットをかぶった俺を見つめていった。ファンキーな装いだね、ファンカデリック。そう思う？サンキュー。デュエインの連れの小麦色の肌をしたショートカットヘアがよく似合うスリムな女の子がはーいと笑って俺の肩に腕を回して挨拶した。リサという名のその子はカリフォルニアのフレズノからやってきた留学生だと自己紹介して、俺たちはデュエインのデジカメで記念撮影を撮った。火曜日の真夜中過ぎだというのにチキンシャックは来場者が詰めかけて週末の夜のような活気を呈していて、明日仕事がある俺もこの店にいることが楽しくて帰る気がしなかった。カウンターで久美さんお手製の美味しい餃子をパクつきラムコークを飲んでいて、デイブ・メイスンをかけていなかったことに気づき、 DJ ブースに行ってヒップホップを回していた DJ に頼んで交代してもらい、デイブ・メイスン1970年のスワンプロック名盤 Alone Together から Look at You, Look at Me をスピンすると、残っていた CSP のアシュトン、クリス、JC が現れてステージに上がり、デイブ・メイスンに合わせて演奏を始め、サウンド調整のためにステージに上がろうとしたのぞむさんが俺に向けてニカッと笑った。これが楽しみでやっているんだよ。